松本秀夫の美女対談、ゲストの美女に隠された秘密の扉を開けながら、知られざるその素顔や今一番知りたい最新の情報をお届けしています。今週のゲストは女優の南野陽子さんです。いよいよあの最後のですけどもね、はい、手柔らかにこちらこそ手柔らかによろしくお願いします、はい、それでは最後の扉オープン。実は80歳になってもアイドルでいられたらなと思っているんです。80になってもアイドルでいたい。これはまあね、こういう雑誌のインタビューかな、うん、なんかで出てた言葉なんですけれども、うん、ねえ、ずうずうしいわねってなんかこう改めてね、思いますけど、でもまあ、うん、アイドルっていうか、なんか可愛いおばあちゃんでいたいなって、そういう意味なんですけど、アイドル17歳でデビューでしたっけ。そうですね、そのぐらいでデビューをして、ね、もう15年経ちましたけど、なんかこう落ち着かないでね、一箇所にこう、まあ、もちろん女優さんとしてデーンっていうのとか、そういうのも主婦としてドーンっていうのでもいいですけど、でもなんかこうふわふわ、この年齢になっちゃったわっていうのもなんか可愛いかなとか思って、じゃあ特にもうこっちの路線でこうっていうことはあんまり、例えばお仕事の面で言えば決めずに行きたい。そうですね、割と普段他のこと決め事が好きなタイプなので、私生活は割とね、そうだからスケジュール的にこう、ストイックに行くと言ってましたけども、ことお仕事の中ではじゃあそうですね、だからこっちの方向ですよって決めたら、多少くねくね寄り道しようが、なんか流されようが、なんかその辺は楽しもうと思ってますけど、今そういうなんかおぼろげながらでも大体こっちかなって今の時点で見えてるものってなんかあるんですか。こっちかなってことはないけど、でもやっぱりこういうお仕事させてもらって、行くんでもらっていくんでしょうね、これからもずっと、なんか新たに挑戦しようと思ってること、してること、したけど挫折したことそうですね、なんかさほど頑張んなくても、なんかすごく簡単に手に入れることができたものって私それも多かったけど、すっごい一生懸命努力して頑張って、もう死に物狂いで頑張っても手に入らないものがあるってことも分かったし、お腹が鳴ったわ、そう分かったし、でそういう意味ではもうちょっと自分に楽にっていうか、楽にっていうか、なんか、その瞬間瞬間、イベントとして一生懸命楽しむ、あ2000年だわって言ったら、なんか、こう切り替わる時ってみんないつもの年でもあるかもしれないけど、今年は何とかしようみたいな感じでこう、気持ち新たになったり頑張れたりするじゃないですか、特に今年なんかね、そういう方多いと思いますけどね、そういうイベントを細かにいっぱい持っとけば常に新鮮に常に前向きにいられるんじゃないかなと思って、何言ってるかよくわかんないですけど、いやでもわかる、でもそういうのずっとこれ芸能界入ってこられてから、そういう施設の持ち続けられてきたことでしょ。そう、今はまたそういう気持ちに、デビューの時と同じようになってますけど、もちろんそうじゃない時もありましたけどね、まあこう曲がりくねってるでしょうけどもね、だから本当今年なんか2000年ってことで、ね、ちょっと頑張ろうって、ベストを尽くそうって、でもそう思ってね、初詣じゃないですけど、今年も後役なので役年なので、こう役人さん、関西家の近所の門戸役人ってところとお友達とこう役払いに行ったの、でついでにおみくじも引いたの、たら友達の中で私だけ今日引いたの、今日なんて引くって感じじゃないですか。あそうねえ、2000年とかだし不景気だし今日なんて入ってないんじゃないのって引く人いたらすごいねって言ってたんです。言って引いたら今日だったんですでもこれね、なんかですよ、今日を引くっていうのはもうそこでね、一番どん底になるから、そうやってお友達も言ってくれたけど、やっぱりそんなの嫌だ、まあ、まあね、気休めに聞こえちゃうかもしれない、って思ったけど、でもまあここでお話もできたしいいかしらそう言っていただければね、そう、なかなか楽しんだ、面白いスタートを切れたんでいいことがあるかなと思ってますけど、そうですか、またあれですか、ラジオとかもね、ねえ、ぜひ本当すごく
ドラマとかね映画とかいろんなお仕事させていただける中で、うん、一番ラジオが自分の巣に近い部分で楽しめるんで、また呼んでください。いや、ね、ぜひあのね、スポーツの感動するシーンも好きだって言ってましたから、ね、球場なんかにもぜひ足をお運びください、うんね、イチロー選手なんか、ね、あの一応知ってるんですか、うん、あーはあはあ、ねね、おめでとうございます。あ、そうですね、ねえ、あやかって、うん、あやかって、うん、青い鳥は今どのあたりにいるんでありましょうか、ね、ということで松本秀夫の美女対談は今週は女優の南野陽子さんを迎えてお送りしてまいりましたけども、あの1週間なんかねいろんな部分を見させていただきまして、はい、ありがとうございました。あの今後のご活躍を本当にお祈りしつつお別れしたいと思います、はい、したいと思います。どうも1週間ありがとうございました。どうもありがとうございました。